富士見市は埼玉県の南東部に位置する市。人口は約11万人。市の名は富士山がよく見えることに由来する。市省は中央に富士の見える市ということで富士を置き周囲に三本の川と旧三河村の合併を意味した縁を配し、富士見を象徴したもの。いわゆる昭和の大合併で鶴瀬村を中心に発足した。 鶴瀬行政主会合併促進研究会の内鶴瀬、南畑、水谷の参加村の合併により、富士見村が誕生。そのまま調整、姿勢を施行した。平成の大合併では、昭和の時とほぼ同じ範囲での協議が進められ、上福岡市、入間郡大井町及び入間郡三好町との合併が協議された。住民投票の結果、 富士見市では合併賛成が上回ったが、上福岡市、大井町では住民投票成立の条件とした投票率が規定に満たずに不成立、三好町では住民投票は成立したものの合併反対が賛成を上回ったため合併協議は中止になった。埼玉県の南西部に位置し、県庁所在地の埼玉市と接種県庁まで約1 0トル 東京都心部から約3 0トルの距離にある。関東平野の中にあり、山はない。地域の北東側半分は荒川と新河岸側が流れる低地で、南西側半分は大地である。北東側には水田が広がり、南西側に東部東上線沿線から発達した市街地がある。縄文時代初期は温暖化によって海面が上昇し、 市内にも海水が及んでいたとされ、水小海塚が現在も残っている。富士見市を含む水域は、奥東京湾または小入間湾と呼ばれる。1956年9月30日鶴瀬村、南畑村、水谷村合併により、富士見村発足1964年4月1日、調整を施行し、富士見町発足1972年4月10日、市政を施行し、 富士見市発足広域行業制定都市笑顔の力、つなげる重い地域連携協定富士見市では、一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。富士見市役所管内、市内に大学はない。市外局番は水谷東2.3丁目が048、その他が049である。郵便番号は市内全域が354から00。 XX で、入間郡三好町にある、三好郵便局が集配している。タクシーの営業区域は、県南西部交通圏で、川越市、和光市、東松山市、所沢市、飯能市などと同じエリアとなっている。水子貝塚公園南端白資料館南端城、公園太寺は2016年5月1日から2018年4月30日まで、無報酬で、 富士見市 PR 大使を務めていた人物。芸能人アナウンサー気象予報士、野球選手サッカー選手格闘家陸上選手政治家、その他太字は現在、富士見市 PR 大使を務めている人物で、人気は2016年5月1日から2年。ありがとうございます。